神型話し家とは、情報落語の話し家のこと。一般的には、情報落語家、情報落語の話し家などと称する。現在情報の落語家が名乗っている定語は、カツラ、小福亭、林家、月亭、立花屋、路の森の明石シである。林家は本来は、林家と表記したが、江戸落語の林家と区別するために、林家に変えた経緯がある。 また、ロノはかつては、ロヤや,や、ツユのと表記されることがあった。上記の他に、立川、三遊亭、三、笑い亭、三正家、立花の、立花の家もあったが、立川は、明治10年代に、三遊亭は1960年代半ば、三、笑い亭は1940年代半ば、立花のは1970年代から開いたままになっている。また、 上型で唯一、立花家を名乗っていた立花屋園さんが2021年3月15日に死去したことにより立花家も開くことになった。三遊亭、三、笑い亭、立花の、立花のや、それに、立花家は、江戸落語の三遊派屋さん、笑い亭との兼ね合いがあり簡単には、名乗れないのも開きができる、もしくは落語家の少ない要因でもある。 何しろ現在立花家を唯一名乗っている立花や、千立花は、江戸落語の立花や円蔵の許しを得て、名乗っているくらいだからである。なお三生家だけは、現在も、江戸色物の帝合、三蔵として存続している。現在では、情報落語協会などを設立している。結密菓子は、桂米朝一門の縄文である。米朝一門の高三照。 東花寮は、桂春団寺一門の縄文である。春団寺一門の高三章。結密柏は、桂文江一門の縄文である。文江一門の高三章。五枚笹は、小福亭め門の縄文である。小角一門の高三章。小福亭め門は、系譜的には、大阪の小角一門と京都の福松一門とに、分かれる。ただし、 福松一門は、現在は帝号を、森の都市、城門も、五枚座瀬から、袋に改めている。卑怯は、ロノゴロベイ一門の城門である。ロノゴロベイ一門の子三照路の一門は、警府上は、春団寺一門の傍流とされる。これは二代目ゴロベイが二代目、桂春団寺の弟子であるためである。林家染丸一門の子三照情報の林家は、もともと、江戸、 林屋から分立したものである。現在の情報輪化は5代目、小福亭松高氏が2代目、林や染丸を襲名して再興したため、系府上は小福亭の傍流とされる。また、再興の経緯から、現在は染丸を旧来の肖像に代わる一門の留名としている。現在の情報輪化は4代目染丸一門と3代目染三十一門に分かれる。 前者は、情報落語協会、吉本工業に所属する、プロ落語家であるのに対し、後者は染さんが6代目昇格との確執の、末関西落語文芸協会を起こし分離したもので、フリー、または、アマチュアの落語家が多い。ありがとうございます。